はい、皆さん、こちらゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイ始めるには今がお得なキャンペーン、楽天カードと連携すればポイント20取りということで、今回は楽天ペイをまだ使ったことがない方に、はい、ということで、まず、キャンペーンをお伝えする前に楽天ペイの特徴とはということなんですけども、まあ、こちらのように、まあ、スマホ一つでお支払いできて、楽天スーパーポイントが使える。そして、なんといっても楽天カードと組み合わせることで、ポイントの20取りができるっていうのが特徴ですね。はい、ということで、早速キャンペーンの概要なんですけども、楽天ペイアプリ、カード払いを一つでということで、初めてのお支払いをして、漏れなく1000ポイントゲットということですね。まずこちらの期間なんですけども、5月1日からすでに始まってまして、開催はされてるんですけども、もしかすると予告なしで終了する可能性がありと記載があったので、まあこれは今のうち作っておくのがいいのかなとは思います。今回は先ほどお伝えした1000ポイントをゲットする方法なんですけども、まずはここのエントリーが必要となってます。そして期間中楽天ペイアプリで初めてのお支払いがあって、なおかつエントリーした状態の月のお支払い合計金額が5400円以上という方が対象となってます。これは税込みの金額ですね。次にポイントの付与の予定なんですけども、条件達成の翌々月末頃ということですね。そして有効期間はポイント付与付きの翌月末の23時59分までということです。で、今回の主な注意点なんですけども、ポイントは期間限定ポイントなので、まあ、ちゃんと期限は決まってますということで、あとは楽天アプリによるコード、QR 払い、そしてセルフ払いの店頭での支払いを対象となってます。なので、今回もう一つ下に書いてあるように、ネットや楽天ポイントでのお支払いっていうのは対象外なので、ここは気をつけてください。あと、残りの注意点に関しては下のリンク、楽天の公式のリンク貼ってますんで、そちらを見て確認してみてください。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。今回は楽天ペイを初めて、まあ、使う方に対してのキャンペーンということなんですけども、もしちょっと楽天ペイってどんな風に使うのかなとか、登録ってどんな風にするのかなっていうのが知りたかったら、もし下の概要欄にも僕の YouTube で紹介した動画をリンクで貼っておきますんで、そちらを確認してみてください。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。